後ほどもう一曲演奏いたします。ご覧いただけましたように合計35個の関節を使い人と同じように演奏することができます。というのはこれからの医療、介護や家庭、仕事などといったさまざまな暮らしのシーンで人の役に立つパートナーロボットの開発に取り組んでいます。それでは最後の曲威風堂々をお楽しみくださいませ。以上でバイオリン演奏を終了します。ご覧いただきありがとうございます。